ここで釣りそう。釣るのを直すのやっぱ膀胱ジンはダメですね。足上がる。足上がる。足上がる。ハリケーテン、こんにちは、ピオハリ。そしてモデルのリコさんです。こんにちは。はい、ということで1ヶ月ぶりのメンテでも5 weeks 5週なんですね。そうなんですよ。5週経つといろいろあるって他の動画でもおっしゃってましたけど、いろいろありました。振り返ってました。ありがとうございます。今日はキングのセンスだから体調報告と、はい、いろいろあったな。でも今朝ですか、衝撃。昨日です、ね、あ昨日、昨日、はい、仕事から帰ってきてこう座ったんです、普通に椅子で、はい、足がガッ、足の指ですね、はい、指がガッてこういうふうになっちゃって、足の人差し指がこうガッと動かない、この状態のまま、はい、ピッてなっちゃった。ピッてなっちゃってこう戻すんですけど、またガーッてなっちゃって、なんか痛んじゃないですか。痛戻そうとすると、ちょっと戻してください。ガーッてやる人が痛んじゃないですか。いや、いるかのごとくですよ。いましたよ。誰ですか、みごさん。怖いよ。え、なんかヒールなんですか、何やってたんですか。昨日撮影でヒールだったっていうのもあるのか、何なのか、ちょっと冷えもあるのかもしれない。まあちょっと深くってね、疲労気味になって、はい、まあ、ちょっと取りましょう。怖いです。はい、まあ、いろんな筋疲労とかも溜まってると思うのでね、緩、うん、んだり、動いたりが、この信号が行きっぱなしになっちゃって緩まなくなっちゃったりとかしてると思うんで、もうね、あの技をするしかないですね。前回すごい気持ちいいって言ってたやつ、慣れるだけで気持ちいいって言って、いや、まあ次も行きましょう。ゴー。足つりと腰ですけども、前回やりましたけど、足動きどうですか。ちょっと肩、スリッパ脱いでいいですか。すごくないですか。じゃあ、内回し一緒にやってみましょう。内回し。もうじゃない。知らないですね。ボックスになってます。ボックス。じゃあ、タイム。ダメだ、どっちも。どうせ考えるんですか。うちが動かない。いや、これは。え、そこですか。はい。超絶動かないですね。こんなことってあるんですか。いや、それ普通だと思ってたから、わかんない。え結構やばいですね。やばい。はい。で、あと足踏みしてみてください。足の重たさ。重いですね。足めっちゃ重いですね。相変わらず上がんないですね。重い。ピッとできます。できてないですね。そう。全然胸が開いてないんですけど。きつい。ああ。もうダメですね。リンパも詰まってますね。足のリンパもだいぶ詰まってた。足のね、重だるさも11円で改善できます。ふくらはぎにだいたいこの外側とかこういうとこ、これです、これだ、これ痛い、これ痛いんですよ。グリッていますで、この内側のこのふくらはぎのちょっとこうしていって痛いとこです。これとか痛いですね。これ釣りますよ。ここに1円を貼ります。貼りました。下にですね、10円を貼ります。これだけ。はい、これちょっと足踏みしてみて。あ、すごい、上がりやすい。こっちだけ軽いですね、うん、はい、こっち軽い。こっちは重い。わからないです。重いですね。11円で簡単にできるんです。すごい、はい、軽いですね。はい、どこで足踏み回してみて。さっきもあるじゃないですか。こんなに変わるんですか。嘘っぽいっすよね。そう。反対側やってもらっていいですか。貼ってない。
してる。なんで悩むんすか。いや、もう動かないですよね。動かないですか、こっちは貼ってある方が。スムースじゃない。動きやすい。はい、ということで、これ貼ってください。謎が多すぎますね。はい、ということで、施術に入ります。ここはですね、足の場合ですね、吸ったりとか、やっぱり日の経絡とかね、肝の経絡っていうのも調子悪い方が多いんで、そこをね、まずちょっと補うっていうか、ちょっと針をしていきますね。日の表裏である、もう意見もね、よろしくないんで、ちょっとこうね、まず日の経絡を。シャホっていうんですね。下豪傑ですね。これ。邪気を取ります。はい、これで火です。あんまりはい、こういうのはね、陰気を射したりとかってやんないですか。ここね、来ました。邪気が取れました、ね。じゃです。はい、でここね、これここも邪気が溜まる。中方、はい、これ中。これ痛いでしょ。痛いですよね。ここよりも痛いです。取ります。これ取ります。ここも、ここも、これ結構完璧ですね。ということでちょっとプロテクトします。そのままやることもあるんですけど、ニコさんあまりにも激しくいろいろ出てきそうなんで、一応プロテクトしておかないとですね。この後また YouTube の撮影がありますので、じゃあリコさんすっきりしていただいて、そういうのやっぱ向くんですね。でもそんなに痛くないですね。痛くないですか。これ火なんで胃腸ですね、胃腸が調子悪いと話が聞こえてない。特にクロールっていうのは代謝が悪くなる、ナトリウムですね、 NaCl のクロールのバランスが悪くなるので、こう足つりやすいんです。日の経絡ですね。気持ちいいですか。まだ慣れてるだけです。これ同じじゃないですか。痛くないです。ここは横に行くだけですか。痛いですか。犬系だから大丈夫ですか、ね、ここですね。ここは大丈夫です。あ、これだ。なんで流れてるんですか。癒しの時間です。癒し、ここはチーです。ここは大丈夫ですね。でも胃が悪いからな。でも前より良くなりましたね。前回やってるから、前回の痛みほどではない。ですね、結構長いです。前回はとんでもない感じですね。やっぱそこ痛い。そうです。そこそれ暴行です、これ。撫でてるだけですよ。プルプル動いてる。めっちゃやばい。汗かいてます。そんなに強くやってないですか。胸とか大丈夫ですね。ここなんかブリブリ言ってますけど、大丈夫ですね。ここ大丈夫ですね。大丈夫じゃないですか。釣りそう。釣るのを直すのやってるし。やばいっす。これ腎臓悪いです。心境自分で
っしゃる通りです間違ってはない。アーチも結構普通 の, あの足つぼではなくて、なんか足首の骨のアライメントっていうんですか、並び方の矯正もしてるので結構足が来る。あ、動いた動いたそれは誰ですここで先生そんなに強くはやってないですけどね。でもこれだいぶ良くなります。良かったです。相当大丈夫です。涙流してますね、カメラ。そんなことなくなるんですよ。リアルな必死が多分面白い。でもこっちはまあまあじゃないですか。すごい痛いです。ぼちぼちって。ここにスタートです。ここです。聞こえた。声が出てないです。結構取れます。無人機のラインです。痛いですか。声出てないです。でこれなんてだけです。膀胱陣はダメですね。でも前回大事ですね、うん、見えていかないんですか大丈夫ですか。ちょっと関節を戻しますか。取れますね。指取れますね。取れるぐらい、ね。あー、そう痛い。大丈夫ですか。だいぶソフトにしてます。あ、でもだいぶ良くなってます。でもほら、緩みましたよ。そう、はい、このギャップが結構ほら、あ、全然じゃないですか。ブチブチも取れました。ブチブチ言ってたんですよ。だいぶ取れました。はい、では多分これ。あ、でもあったかくなってきました、足がね。足が、ここもらしてます。うん、いいですね。よし。取ってちょっと動きをチェックしてみましょう。はい、では足首の治療が終わりましたけれども、はい、回してみましょうか。すごい軽いです。軽いですか。はい、ちゃんと回ってます。回ってる。すごい軽い。軽いですか。はい、めっちゃ軽いです。めちゃめちゃ回るじゃないですか。はい、すごい動くようになりました。だってボックスですよね。カク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 ですよ。行きますね。両方行けるじゃないですか。はい、今です。すごい軽い。足上がる。足上がる。軽い。軽いですよ。はい。よかったです。はい。足をもだるいっていう方ですね。足をもだるいだけではうちの院の場合は、まあ、いらっしゃる方は少ないですけども、まあ、体調全部含めてさらに足も重たいんだっていう場合ですね。足つぼみたいなのはですね、裏メニューになりますので、まあ、主義として、まあ、必要な時にですね、やったりとかすることがあります。まずは状態を整えたりとか、もだるい体をですね、整えるのに、お問い合わせいただければなと思います。ここはですね、研修センターですけども、横浜元町と銀座に院がありますので、そこはプライバシー守られている個室になっていますので、いろいろね、相談できるかなと思います。またこういった施術ができる先生方はですね、全国に、まあ、たくさんおりますので、会員さんで、ね、ご紹介できるので、 LINE の概要欄からお問い合わせいただければなと思います。はい、他にも先生の動画ですが、セルフケアの動画を配信してますので、次の動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。相変わらず上がらない。相変わらず低音になってます。めっちゃ上がる。1点ぐらいのクリック流し
仕上がる出てきてやる気の姉ちゃんと超美味しいでそうですだって姿勢がこうなんですよピッとできます生きてないっすね全然胸が開いてないああダメですねリンパ